プロボクシング日本ライトフライ級ユース王者の坂間加納夢選手が、3月17日に20歳で逝去。セコンドを務めていたジップの一平さんが XTWITTER で伝えました。一平さんは17日、本日坂間加納夢が永眠いたしました。たくさんの応援やたくさんの愛情を注いでいただきありがとうございました。と坂間選手の死去を発表。なお、死因などの詳細は明かされていません。一平さんによると、坂間選手は2023年12月に行われたタイジョン、ポール、ガブニラス戦、TKO で勝利、で拳を負傷し、2024年3月にはロードワーク中に足を怪我してしまったとのこと。3月18日に予定されていた大木恭楽選手とのユース王座初防衛戦の試合交渉を年末から進めていたため、痛み止めを打ってランニングの代わりにプールでトレーニングするなど、必死に調整していたそうです。しかし、試合2日前となる16日には体調不良で棄権することを発表。翌17日に訃報を伝えた一連の投稿で一平さんは、出場しようと最後までどんなボクサーより頑張りましたが、試合をキャンセルした自分を許せなかったんだと思います。加納夢は断ることをしないので、試合を止めれなかった責任は自分にあります。と悔しさをにじませました。この知らせに、かつて坂間選手が所属していたボクシングジム、JB、SPORTS の会長で漫画、はじめの一歩、の作者でもある森川ジョージさんは、言葉がないです。ご冥福をお祈りします。と哀悼の意を表明、カナム、ほとんど 1R で試合を終わらせてしまうからセコンドの僕の仕事はなかったよ。ジムを移籍しても試合を見守っていた。誇らしかった。君はいつも素晴らしかった。と生前の姿に思いを馳せています。また、坂間選手を幼少期から知るプロボクサーの那須川天心選手は、チャンピオンになった時に最初に書くねと約束してサインを書いたよね。今でも覚えてるよ。と坂間選手との思い出を X で回想。加納夢、お前は最高にかっこよい人だよ。名前の通り夢を叶えるために誰よりも一生懸命だったと思う。またどこかで会おう。そしてたくさん練習しよう。また小さい体育館でも良いね。ゆっくり休んでね。とメッセージを伝えました。坂間選手は小学2年生でキックボクシングを始め、4年生でボクシングに転向。2014年に U15 全国大会で優勝した後、2021年5月にはプロデビュー戦で TKO 勝利を収め、2023年7月にライトフライ級ユース王座獲得を果たしました。ネットの声、私は60歳だけど、もったいないの一言、この年になると、自分であって自分でない時代があると気づく、10代と20代は違う自分だった。ところが30代も40代も50代も全部違う自分なんだよね。よく漫画で、20代で肩を壊した天才野球選手がいつまでも夢を追い続けたりするが、あれは嘘。情熱がある人は、新たな自分の才能を見つけて走り始めたりする。責任感と夢に対する気持ちが一、となのはわかるが、違う自分にこれから出会うのだから、命は大切にしてほしい。受験失敗、失恋、希望などで命は捨てたらダメ。特に若い子は、いろいろ世界が広がっていく。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。